じゃあやっていきましょうか。クーロン、はい、クーロンシャープ13。勝者この準決勝よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブラザーの対決ですね。じゃあやっていきましょう。これはブラザーというか弟子というか、ブラザーブラザーなんでしたっけ。いやブラザーじゃないか。まあやっていきましょうか、うん、まあやっていきましょう。でじゃあポケモンスタジアム2からのスタート。1P がニョノクム選手、ディディコング、 2P がラリックス選手とドッキーコングですか。ステージはポケモンスタジアム2です。さあポケモンスタジアム2といえば言えばこのドッキーコングというキャラクターは、おそらくポケモンスタジアム2だから電池だかもしれない。このドッキーコングというキャラクター、増えないから空中へ、まずは火力を高めていきたい。ラリックスバナナ投げて、ダシャダック追っていくぞ。これはどうだ。おっと狙ってますね。けども狙ってるところタイミングずらしてのウェビーの復帰、お見事ニョノ選手。これはバナナをしっかりガードしてというところです。ジャイアントパンチ、これは会話読んでいたんですが、わずかにタイミングが合わず、外に一旦出したニョノクム。バナナうまく扱い切って、さあ着地には空中に至る。おお、ガード張ったところにフリップ。誰でも固めちゃうんだ、ね、いや固めちゃうよあれは。バナナからここバナナをかけてフリップは避けている。そして空中使用よく捉えたラレックス。さあ外展開だ、すぐさまフリップですが、ダッシュアタック、うん、うまく取って、さあバナナを出しながらですが、空中シールを撃墜、一撃、まず初めの撃墜取りましたのはラリックス。ドッキーコング、ああ転んで動きをしっかり反応を見せてきます。ダッシュアタックは許さないぞ。下ないから空中前しっかり外に出して、さあニョノクム、この時展開整えていきたいが、上からスパッと返ってくる。空中下スパッと、おお、なんとかヒヤッとする展開でしたが、うん、ヒヤッとしましたね。しかしここは仕掛け展開、日本のクップ閉じ込めていきたい。空中前でダメージは優先です。148、上投げから空中後ろ、さあどうだ。日本のクップ上スマッシュですが、ここは外に逃げてラリックス無事仕掛け展開。おーっと回避上がりに対してもケアしてんの偉い。キック出して、おー、ジャイアントパンチ怖い。それも読み切ってのガード、バナナが入るところでした。ダメージ食らってバナナが落ちてしまった。これはちょっとグーという出来でしたね。うわー、最終撃墜、これです、これでストップ並びました。2対2となってしまえばというところになります。さあフリップ空中からさあてドットドットとダメージをやっていきたい。どん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 とダメージやっていきたいぞ。もうこのパターンジャイアントパンチで全然崖橋余裕で、だがそんなことは、さあつかみよう、そんなん見ているぞと。まずは火力を稼いでいきます。ニョノクム、さらにフリップで外に出した。あっという間にさあジリジリと、おお、ダメージ止まってる。から暴れながらというところを許さない。ああ見えましたが、うまく叩いてこっち横ポジ打ち切っていったが、しっかり耐えているのはラリックス。よく今日これはこれは厳しい。なんおお頑張ってくる。だから下今日バナナをしっかり頭に入れながらというところで、相打ち、ここは無事124108、上今日バナナ、そしてバナナ当てていく、空中へ着地がね、お見事な一撃、これでストック1対2。さあラリックス先生だ、空中した、ここは大丈夫だが、しかし崖展開が依然続くのはニョノコンプ。回避を確認して通してきます。そして下今日に対して的確すぎるギアロスパスキャットを見せてきましたが、ここは打ち切っていったスマッシュ一撃、ニョノコンプ素早く並びました。これで1対1、パーセントは全くの五分状況から、まず先に状況を動かしたのはニョノコンプ。さらにさらにさらに火力を積み重ねて47。これはどっちだ。おぉおぉめっちゃよ、うそちょっと働き空しためてよ、うわ素直と言うべきか。あ、そんなん、いやそんなん、まあでもここでね狙ってきたっていうのがね、やっぱ強気なタコやとは思いますけど、崖橋の、うん、崖橋しかも 40-50% のディリコングといえば、うん、まあよく空中ニュートラルから空中下につなげたりなどがありますが、うん、うわ下の絵からはぁ、あ、はぁ、あ、そんなのがあったのか、うん、ここはお見事でした。まず初めの先生はニョノクンブということで、出てきたのはスティーブ。なるほど、ではやっていきましょう。第2試合目スティーブです。まずは手持ちにそもそもねラリック選手としてスティーブがあったこと自体僕は初めて知ったんですけど、あんまり使用回数もねめっそんなに見ないというところでございます。そうですよね、なんかファルコのイメージではあったんですけど、まあ、ファルコドンキーコングかなというところですか、うん、ファルコドンキーコングのイメージです。さあ第3の秘密兵器というべきでしょうか。そうですね、秘密兵器。さあこの秘密兵器とでこの強敵を打ち破れるかラリックス。まあ、手持ちのドンキーとファルコもどちらもディリー側に強く出れるへんというところで、やっぱり最終的に残ってくるのがスティーブ、まあ、スティーブだったらまあ5分以上戦えるだろうというところ判断で登板という形になりますが、ただね待ち合いってなるともうね先制した方が勝つといったような形ですので、最初の一度が非常に重要です。トロッコでさあラリックスがその先制の構えを見せつけていくところですが、どうだ。これはフリップキック出して外に出したい構えですが、閉じ込めているぞ。上京から
なんとかここがしのぶような形ですが、メスマッシュここはもう振り抜いていくのが当然というところですが、そんなんは大丈夫という空中前一撃きつい、そのここで端っこをやってしまえばこの一撃おなじみ空中前、これでまず初めの先制上京子に最終弾ファストシード、バーも絡めつつ、これ下だけから空中上資材もどんどんなくなってきていて、なんとかして資材をね集めたいところですよね、ラリック選手だから。どうだここはバナナ、うますぎる、バナナの扱いはたけている、空中前でさあ外に出したぞ、外に出したぞ、だがしかしこれはもうすぐさま資材はありませんでしたのでね、今資材を優先する形、上スマッシュが速すぎる、ここはダイヤモンドブッキー持ち帰る、横スマッシュだが避けているぞ、トロッコとで離脱しつつ空中を狙っていくところでありますが、ここはニョノ君もうまく耐えた、しかし撃墜が欲しいところになりますが、なかなかそんな展開にさせてくれない、横スマッシュは吹き飛ぶがその発生もいただいた、バッと撃墜させてほしい、させてほしい、させてくれない、全くさせてくれる気配がない、さあここはフリップキック横に飛ばして、さあどうだラリックス下からこの復帰トライキの、わあ再起上がりをうまく捉え切ってバナナを取りにしてる、うますぎる、これでストックは2対2、うん、じゃあハストシード体に対しての警戒はガッチ、さらにうまく一撃、ここはもうその流れをうまく作っていって、この着地は見抜いている、ダッシュアタックしっかり着地勝って、まあ、常になんか資材がない状態で戦わされているラリック選手としては、なんかスティーブ使いとしてはなかなか息苦しそうな戦いにはなりそうかなとは思いますけども、このおっと大丈夫、バレルも耐えてきたが、しかし撃墜には至らなかったのはニョノクムにとってはかなり大きいところでしょう、138耐えてしまえばというところです、このあと1回を触るのが難しいところにはなりますが、空中心の血を捉えた、さあよいしょ、まずはもうダメージを貯めてというところです、うん、あと1回は触りたいニョノクム、しかし一切なかなか触るのは至難の技とことで、素早く内側ライン復帰を取りつつ上京攻撃の嵐だ、 55%一旦ここは離れてダッシュアタックですが、はい横スマッシュまだ耐える、ゴールですが横に広い、中央から横に広い、そこのステージまだ撃墜に至るのか、127%、さらに着地を空中へ取りますか、おー今上スマッシュ反応してんの、振り抜いてきました、これで振り抜いた一撃通したのは大きい、さあ一対中ですが、なるほど空中前植木をしっかりそういう先を見ていた、 91%、 あと一撃をどう通すかというようなところでしょうね、おお上がれていく、当たっているか、115%、 まだ撃墜には至りません、しかしあと1、この一撃です、あと撃墜上スマッシュ、ま、ドンキーコングの形はねもう四角いキャラが釣ってくれましたね四角、真四角のキャラが、ドンキーコングって自由度の高いゲームですが、うん、まあちゃんと自由度の高いゲームつながりということで、確かにこの四角いキャラクターが、そうですね、自由度のね高さで言ったらもうほんまに、ね、原作はもう全もうすごいんですからね、相当ですか、相当自由度が高い、ドンキーコング原作そんな自由度高いか、あそうなんや、面白い、神ゲーです、そんな自由度の高いゲームやね、さあここでまたしても再登板という形になりましたね、ラリック選手、ドンキーコング手応えを感じたが、はたまたステージ戦、これおそらく、うん、あステージか、ステージやからか、ピカチュエヌ、よっ、あお待たせしました、あら、ケイちゃん、さあ、あ逆だ、まあいいや、逆でもいいや、はい、やっていきましょう、第3試合目です、さあ下投げ空中フリップで面白いフリップキックでつなげてきますか、空中に打たれる一撃は許さないぞ、これはああ届くか、おなじみドンキーコング運送、まず初めの一撃です、運び屋さんね、空中前とで、あっちょっとシードバナナに対して、だがフリップキック素早く上がってきたのはニョノクム、痛いです、フリップキック外に飛ばしたのはニョノクムだ、駆け上がり、さあ上にバナナか、後ろ投げとで崖をどんどん固めていくぞ、空中しろ空中しろ、いや許さないぞ、打球をどんどん固めていく、ああこの上がり方は強いよな、いけてる、フリップキックバナナを見ながらというところですが、バナナをだがこちらもうまく生かします、バナナの扱い、アイテムの扱いが素晴らしい、素晴らしいですね、どんどんとダメージ貯めていくラリックスです、83158だ、空中前、これは後ろ激ついもうこれは バナナ跳ね返ってそのまま基礎紙になってもよし、そしてもう直接空中車に叩くために投げ捨てたというような一石二鳥というべきと、この基礎紙ここで打ち抜いた、ああここで突撃の構えを、
おー、ちょっと狙ってきますか。ここは大丈夫だが、しかし空中後ろ、そうやすやすと回復、フリップで、フリップキックで締めて67、空中前外に飛ばして、あのはニョノ君、さらに流れがある、渋いながらも展開維持すれば十分というところの、さあ鍵上がり先から、おー、バナナの空中攻撃の巧みな扱いですが、空中後ろ、この暴れがなければどうなっていたかとヒヤヒヤするところ、さあバナナ1枚外に飛ばした、ニョノ君ブー、ここの展開は、あー無敵がないと骨が当たっていくぞ、空中後ろだ、もう一度この展開、武器阻止、行くのか行かないのか、行かない、イロカヒ捕まって、いやジャイアントパンチ、あと仕上がりか、ジャイアントパンチ上がり全て無効化しているようなね、あの上がり方結構強いですけど、きっちりガードして最大反撃、上スマッシュ取っていく、これは伸びそうだぞ、ダイは経由しないように歓声を入れているラリックス選手、さあここで1534空中前、うわ、ひたたき狙ってきますが、ここは大丈夫、おお、なるほど、ディエですくい上げて空中へ、さあ着実に火力、着実に着実に狙っていく、足先をここで、あー見事、これは危なかったな、危なかったか、62109、さあ外に出した、もうこの掛け展開をずーっと閉じ込めていきたい、余計をバナナ落ちながら、どうだ、ここはタイミングずらしながらで、ここは後ろ、ラリックス空中下は、ここは後ろだ、そして空中後ろ、もう一度この展開、ラリックスジャイアントパンチ、ダメキ、あー落としてもらう、地上気味とところ無事89120、上から空中へ、いやまだ大丈夫、ここは激中に相手らない、いやこの極限状態で、ね、ジャンプ上がりなの、どうする、全て向こうか、全て向こうか、ムーバくん中地下に帰ってきて、うわーイルケビ取ってる、あたってしたー、あったしたー、お見事反転してるよ、さあラリックス、あの中フリップもう受け身取ってね、あれを反転してるならもう無理よ、これは褒めるしかない、これはお見事だ、うますぎ、さあ、あ、じゃあスコア逆やね、あのさっき入れ替えちゃったから申し訳ないね、なんで逆でした、失礼しました、ラリックス選手これでいいかな、はい、ですね、そうですね、失礼しました、では行っていきましょう、第4試合目ラリックス、さあドンキーコング、1試合目は敗れたが2回目、そして得意な、そう、喜劇つい、ここで初めて見せる得意なステージならというところ、これでもかと見せつけてくるこの男です、さあさあ、まあ、この総喜劇つい、かなり痛いところではあるけども、まあ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 、まだ前半だからね、スマブラというゲーム何が起こるかわからない、さあ口を広く、だがこちらも負けじと火力追求していきます、 100%、 おお、フリップ外に飛ばせば十分だ、うわー大金だ、ジャイアントパンチ、ここでついに取りましたが、下スマッシュで取れるものは取る、右から左に画面が流れます、横うわーうまい、おっと着地、あ今のうまいね、バナナ避けるのを狙って横スマッシュ置いてましたね、ニュートラル回避をもう、そうそうそう、そう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 、いやまあ先ほどね、配信台のメイン配信台の方もねありましたからね、ガシャタック最終弾だけ当たって外に飛ばしたニョノ君、これはよくなんと相手が抜けちゃってる、耐えた耐えた耐えた耐えている、耐えているか、あー頼まれて耐えたか、おーレバカちゃん、おやーレバカちゃん前へ、ウルスマッシュですが、ここは耐える重い、いや今のバナナで回避さとってよかった、ユーノシカーの取った取った、掴む今のは大丈夫して、これは大丈夫、バビール爆発狙いましたが、ここは上スマッシュ乗ってる、ヒット耐えて見せた、これでストック2対1、さあさあ先制を終えました、うわーうわー、いやでも速攻でね、あの展開から追いかけているミョノ選手側にメンタル有利があると思いますよ、この状態、これそのままに捉えた捉えた捉えた、いや流れがどっち消えない、宇宙車は外に飛ばして、バナナが展開にさあ取ってからの上投げ中後ろ、どうだこの展開は、外に出たか、ドライどうする、後ろ開けめきをワンチャン狙ってきましたね、で西回転の一手狙ってきました、中後ろ空中前だ、外に飛ばして落ちたか、空中下を耐えた、他のしのぎだ、まだ大丈夫、他のしのぎだ、リクス掴みを差し返すような横見越し、リプメリオジャンプ上がりから、じゃあバナナ持ってるのコーティール、いやー口前、まずは一つ、まずは一つ、まずは一つ繋いだ、空中前ですが8000枚叩いた、一旦ここは離れて空中前で外に飛ばして、もう一度このだけバナナ、こう横スマッシュを行ってよ、いや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 、まだ大丈夫、いやバナナに引っかかってる、さあ
ここでバナナ。取れないな。いやー、ニョノ選手逆転していったな。1ストック目のね、早期撃出であったらどうなるかと思いましたけどもね、逆転していきましたね。これがスマッシュブラザーズ、ニョノ選手というプレイヤー。さあさあ、わからん、この展開どこかで見たと。わからん、もうわからん。さあ、もうわからん、なんか起こる、どっちが勝つ。いやー、わからない。勝てば、勝てば先ほど勝者が、今メイン配信が、ちびっこトーナメントの決勝ということは、もうさっきのメイン配信が終わっているということだな。さあ、その勝者、まだ見ぬ勝者をかけ、まだ見ぬ勝者と戦うための最終試合だ。自らの名声をとどろかせるために、さあ最後ラリックス挑戦状で出てきたのはこのキャラクターだ。イブ、ついに来た。やっていきましょう。第5試合目、まあ、感触としてはいいでしょうね。取ってましたからね、登板した際にはゲーム取ってたので、感触としてはここは最終決戦にふさわしいというところで見て。さあ、スーパーサブラリックススティーブ対します、このニョノ君で、マーク威力はこのとおり。ああ、惜しい、内側、内側完成入れてたね。繋いでしのいでいきました。横に攻撃、いやー、これに反応するのはなかなか難しい。空中にされる、このところは降ってきたが大丈夫、うまく耐えて空中後ろ、痛い一撃。このところでまずは単発からこう稼ぐものの、さあ、バレルトでブロックジャンプ読みですか。いや、でもニョノクンブ選手ね、ラッチ選手とスティーブの対戦もやってますから、スティーブの対戦はもう今日はもうアップは十分というほどやってる。はい、ここでメティを狙わずに空母ですか。さあ、まず初めの1ストップはニョノクンブ、さあ、ダッシュアタック、クエスマッシュですね、ダッシュアタック。それを後付けは逃さんとばかりにラリックス、これで資材をまずは稼ぎます、まずは稼ぐ、まずは稼ぐ。空中前取れ、さあ外に飛ばした、さあ外に飛ばして、ラリックスが資材を着々と、さあ大富豪を目指していきたい。空中しろ、まだだ、まだ飛ばない、ニョノクンブ耐えるぞ。 102%、 3ストック未だ続けていて、ここ姿勢の低さも相まってうまくしのぎましたか。ブロックバナナを呼びながら飛び越えている。ここは一旦、さあ通したい技をお互いが通したいところ、ここで空中前が通って、上から悠々とジャンボジェット機が通ってきた。下回って避けてるの、これどっちだ。ガキをそのまま掴む、回避はガキをしてきました。打ち切ったのはラリクス、焦らない、ラリクス焦らない。そして掴まった、なるほど、下がうまくなつかんでいく。しっかりこれはもうこの復帰阻止に対して知っているぞと、そんなんしてないわけがないでしょと言わんばかりの突きでございます。さあ、こうなると攻めていかなければならないラリックスかというところですが、焦りません、ラリックス。いやー、読んでいたんですが、ここはわずかにはず、バナナ転ばせたところ、空中までしっかりとデニアの壁はこの崖どうだ。空中後ろ、バナナと一緒に攻めかかる、フリップキックとでやろうとしましたが、ここは遅らせた復帰で、ここは無事フリップキック、おるかい、あるか、これは3対1、ニョノクンブリード、しかし、あっという間の、あっという間のまずは1ストック。さあ、さあ一旦まずは追いついてというところになれば、このスティーブというキャラクター一度捕まえれば、なんとかセットになるみたいだから、ね、さあどうかいくか。あ、でも逃げてる逃げてる、まあここはもうずらしおよびもう防御行動に関してはニョノクンブは一切の妥協がありません。空中しよう、いやー、フリップキックが持続、先ほど台で伸びちっと下記憶を受け、岡谷さんから、さあこのコードが強いぞ。フリップキックうまく空中前のね、体勢を整えながら空中前で、ここはラリックスを抑えて、ここは無事フリップ、わー、フリップじゃない、トロッコで追いかける、トロッコで追いかける、スティーブがフリップした、やばい、バナナ、いやー、ただここはトロッコなど横見攻撃などの打ち合いですが、ここはバナナを避けながら、おー、すばらしい、あ、いや、まだ耐えてる、中耐える、空中前ブロック壊しながら、うまく空中前やる、さあ、よしですが、ここは見ている、ここは見ている、前投げ、前投げ、ブロックをうまく作りながら着地を通してきますが、その先もう見ていたんだ、キャッチしてるの、口が狙われなかった、空中しろ、どうだ、どうした、下から突き通して、次第ない、無一もスカッピー、上投げ、バナナ上投げですが、ここはちょっとヒヤッとさせてない、しかし耐えている、ニョノクンブうまく耐えている、あーっ、あっ、あった、とあった、資材をカツカツ、資材カツカツに刺して、相手のもう木の実を全て剥いで、そして自らの石灰を作っていたニョノクンブ。